じゃあ、よし。さあ、はい、まあ、お互いコーチもやったし、バッティングコーチもやったし、はい、まあ、いろんなこうピッチャーと対戦した中で、はい、まあ、打てたりだとか、はい、打てなかったりとかしたと思うんだけど、まあ、打席の中の考え方、はい、自分が入った時の、はい、どう考えてたかっていうのがさ、ちょっと知りたくて、図式にするわ、はい、こういうふうな給与分割になるとするやん、はい、ね、はい、そしたら初球ってここしか打たない。インコースですか？インコース。それはどんなピッチャーに対してもですか？いや、まあ、例えば変化球ピッチャーが多かったら、そういう時には球種に張ったりとかする。はいはい。だけど、大体オーソドックスに、ピッチャーって間違えるやん。俺の場合っていうのは、外を大体来るっていうのが大体分かってたんだよ。はいはい。でもこれはなんで打たなかったかっていうと、早く打ちたい時に取っとこうと思って打たなかった。で、ここのボールっていうのは長打になりやすいじゃん。まあ、あっちゃんなんかはここら辺の甘いボールが長打になると思うんだけど、俺はやっぱりこうインサイドしか長打にならなかったから、そんなにね。だからここを100で待ってた。まあ、僕でもパ・リーグ時代と阪神に行ってからと全く変わったわけですよ。なんで？まあ、パ・リーグの時とセ・リーグに行ってから、まあ、セ・リーグに行ったら変化球がめちゃくちゃ多くなったんですよ。だからパ・リーグの時は僕も一緒で、もう言うてるように、ここでインコース、この豊さん言うてるように、こういうところですね、待つのは。あ、追い込まれるまでは。で、追い込まれてもここはファールで逃げれると思ってましたから。あ、だからここ低めだけね、ちょっと我慢して、でそんなに初めからフォークボール系でね、投げてくるピッチャーいなかったんですよ。うんうん、スライダーとかカーブはいましたけど、だここを大体早いカウントは待ってましたね。もちろん、ピッチャーによってはね、変えますけど、基本的にはここを待って、ここをやっぱりツーベースから長打にしたいというふうな感じでしたよね。ここら辺を待つの？いや、ちょっと今言いすぎ、ここですね、ここです、こうです。俺が考えたのは、はい、77ストライク、ボールが入るんやって、はい、ストライクゾーンには大体、はいはい、それの一つを待つことによって集中力が高まるっていう、いうふうなちょっと考え方があったんです。それ現役時代にそう思ったんですか？うん、いや、だからここしか持てない。ここだったら打たない、ここだったら打たない、はいはいはい、ここのベルト付近しか打たないっていう。僕はインコースですね。インコースを待ってたんです。だから、あれでしょ、だからあっちゃんの場合はここを待つっていうことでしょ、結局この辺り。そう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 です、そうです。まあ、ここはあんまり打たないですよ。低めはね、はい、うん、俺はここや、ピンポイントで。ピンポイントで初球はね、はい、あ、初球ね、初、はいはい、もちろん初球、はいはい、ここに来たら振ろうと思って、うん、それ以外は振らない、はい、でもね、ほな必ずここでポンとスライド取られません？この辺で取られるよ、はい、取られたら次どうするの？どうするんですか？ストライクゾーン半分にはある、で、インサイドを狙うか、外を狙うか。でも僕はその、まあ、そのピッチャーの配球のパターンとか、キャッチャーとの、その配球のパターンがあるじゃないですか。で、やっぱその日の自分の状態とか、走者の場面とかによって、まあ、狙い球変えますよね。狙い変えるよね。ヒットでいい場面もあれば、ここはやっぱり長打を打たなきゃいけない場面もあるし、うん、ここを分かってても1球も打たなきゃいけない場面もあるじゃないですか。うん、でもまあ今言われてるのはすごく分かりやすいですよね。ほんで、まあ、例えばさ、まあ、こうグラウンドがあって、こっちが左バッターの場合ね、引っ張っ同じ左引っ張った打球、引っ張った打球、こう赤がヒット、こういうデータが出るじゃない、はい、どう狙う？でも僕はこれは僕の打席ってことですか、うん、あ、じゃあそれは多分こっち狙いに行きますよ、確率的に。やっぱそういうことも考えてた。いや、もちろん。だから自分の感覚と結果って違うじゃないですか、うん、違う違う。で、自分ではこのピッチャー打ってると思っても、意外とあれ打ってへんなと思ったり、そう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 、もうすぐ打ってるっていう感覚があったのに、実はほんま打ってへんかったりとかね、うん、だからこれチーム単位で出てくるじゃん。出てきます、コーチやってる、はい、もっとはカウント別でも出てきますよ、うん、そしたらな、このピッチャー右は引っ張り、左は流しっていう指示もしたでしょ、うん、しますします。そうそうだよね、はい、でそれをみんなに分かるように、まあ、そんなに1試合2試合なくても3試合4試合やった時の結果としてね、もうこれ見てもらったら分かるように、まあ、
あのヒット出るフォークに打ちに行こうやと、うん、いうふうなことは言いますよ、もちろん。やっぱり言うよね。言わなきゃいけないでしょ、うん、で、もう一つストライクゾーンがまあこうあったら真っ二つに割って、はい、工程も言った。工程って何？基本的にあんまり工程というかここのボールをヒットする、もうここのここに来るっていうのは大体変化球なんですよね。低めのこのゾーンにストライク取るって変化球が多いんですよ、この辺は。そうやな。だからここのまっすぐは無理に打たなくていいよというふうなことです。これを打ちに行ってしまうとこの変化球まで振ってしまうよってことです、うん、あのね、メッセンジャーが、はい、まあもう今いないけどね、はい、大体この辺に来るんだよ、ボールが。高めのね、高めのボールかストライクかって。でもそこを打たなきゃしょうがないと。いや、ここを打つとほとんどもうフライボンだ、フライボンだかもう三振かっていうことで、指示出したのが全部目線を、これ三振してもいいから低めにやってくれと。だから特殊なタイプですね。特殊なタイプ。おそらく多分メッセンジャーに対しては分も悪かったし、勝てなかったし、打てなかったってことでしょ。そうそう。だからもう高めをとにかく振らない、我慢をさして。だから逆にワンパンの振っていいよって感じでしょ。ああ、もちろんもちろん、まあ、そういうこともやった。で、俺も狙ってる時に、あの現役の時にね、やっぱ高めか低めかっていうのも狙いを定めて。まあでも、あの例えばこれメッセンジャーこうでもね、うん、変ないいピッチャーで、ここ今の前だったらね、今年やったらいい時に青柳っていうのは、うん、多分ここしか僕らは来なかったと思うんです。来ないですね。全部ツーシーム系やから、うん、もう多分今年の青柳やったらね、もうここがなくて、うん、全部ここにまっすぐシンカー系のボールですよ、うん、ツーシーム系のボール来るから、うん、全部ゴロボンダになるんですよ、うん、でコースも甘いところとかあるんですけど、これっていうのはでも平面やから分からないんですよね、緩急が入ってないから、うんうん、だからこの辺に来るボールをこれもなんとかヒットにしなきゃしょうがないんですよ、うん、でどうするのやってる時はそのセンターから逆方向打たなしゃあないんですよ。低めはな。そうしないと打球上がらないんですよ、うんうん、で今年でもだから青柳とか西がね、攻略されだしたのは全部センター方向に打球ヒット飛んでる。まあそうだよな、そう、分かる分かる。でこれっていうのは変な言い方、打球方向を決めることで楽になるんですよ。インコースでもアウトコースでもあっちに打っちゃえと、それがヒットゾーンになっていくんやから、そこをさっき言ったように狙うべきなんですよね。そういうふうな狙い方っていうのはこう考えていくとさ、やっぱ攻略できないピッチャーはいないというかさ。でもそれを超えるのが、まあ、オリックスね、山本とかね、山本な、待っててもその打てないまっすぐとか、例えばカットボールとか、そういう球種が一つあったり、うん、あと例えば阪神の秋山のようにタイミングが合わないという、俗に言う球持ち、足をついてからの、ほんまだったらこう出てくるのが出てこなくて、出てこなくてポンと出てくるとかっていうのは、これではなかなか言い表せないじゃないですか。じゃあそしたらさ、はい、じゃあ今山本っていう名前が出たじゃん、はい、じゃあ山本はどういうふうな攻略をさせる、まあ、僕山本もいつも見てるわけじゃないんですけど、うん、あれぐらいの速いピッチャー、うん、ね、まあ、変化球狙うっていうのは、例えばあれ一番たまにカーブでポンとストライク取りますよね、うん、ファーストストライクの時は状況によって、例えばそういうふうなデータが出てくると思うんですよ。あれを狙うか、基本的にはまっすぐですよ。まっすぐに振り負けないようにして打ちに行かないと、あんなピッチャー打てませんもん。どうですか宇田川さんは。そしたら菅野。菅野はね、これ難しいっていうかね、あの全球種一球も同じボールがないんですよ。アウトコースにもまっすぐ、スライダー、まあツーシーム、フォーシームとかカーブとか、それインコースだって低めだって全部そこに、あの同じ球種のボールは一球も来ないので、逆に言えば彼